はい、皆さんこんにちは。レック不動産鑑定士講座で鑑定理論の講師をしております、不動産鑑定士の川原と言います。では2019担当合格講座鑑定理論、第1回目の講義を行っていきます。鑑定理論は全部で全12回、全20回ですね。長丁場になりますが、どうかよろしくお願いいたします。まずは今日初回ということですので、少しガイダンス的なことからお話をさせていただきます。ご存知だと思うんですが、不動産鑑定試験というのは担当式試験と論文式試験の2段階選抜方式になっています。でこの担当合格講座というのは、担当合格を目指して、まずは初めて受けていただく知識をインプットしていく講座ということになりますので、まずは担当式試験の概要からざっくりと確認をしていきます。はい、画面をご覧になってください。はい、まずは担当式試験、試験期日ですね。いつ実施されるのか。例年通りですと、2019年度の5月の12日の日曜日、第2日曜日、母の日が試験日予定ということになってきます。まだこの収録している時点では正式には発表されていないんですが、例年通りですと、2019年度の5月の12日日曜日が試験日ということになってきます。で意識としましては、常に逆算をして、勉強を進めていくということになってきます。締め切り効果ということですね。本当に油断するとあっという間に本試験の日来てしまいますので、残り何日なのか常に意識を持って学習進めていくことが重要ということになってきます。でちょっと余談なんですけど、受験の手続きですね、願書の提出なんですけど、例年3月の上旬ぐらいが締め切りになっています。で毎年1人2人ですね、先生受験手続き忘れてしまいましたって方がいらっしゃるので、本当これだけはちょっと忘れないように、3月の上旬ぐらいですねが締め切りになってますので、この受験手続きだけはねちょっと忘れないようにしておいてください。はい、続いて担当式試験科目ですね。試験科目、2科目、行政法規という科目と鑑定理論、2科目で試験が課せられます。行政法規というのは、40近くの不動産に関する法律ですね、建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律を学ぶのが行政法規。一方鑑定理論というのは、不動産を鑑定評価するときの理論、考え方を学んでいく、これから学習していく科目ということになっていきます。では試験の時間ですね、各科目2時間ずつで問題を解いていきます。2時間ずつで試験解いていきます。では形式ですね、問題形式、問題形式は5択のマークシート方式で、各科目40問ずつ出題されます。宅建試験とか受けられた方は、宅建試験は4択だったと思うんですね。4つの選択肢から1つの正解者を選ぶ、そういった形式だったと思うんですが、鑑定試験の担当式試験は5択ですね、5つの選択肢から1つの正解者を選ぶ、そういったマークシート方式です。で1問 2.5 点と配点されてまして、かける40問なので、それぞれの科目100点満点の2科目合計200点満点で試験が課せられます。ではどれぐらい点数を取ると合格できるのかってことですね。願書ですと合格ラインとしましては、総合点でおおむね7割、つまり200点満点なので、一応140点が合格ラインと願書には示されています。ただ鑑定試験は相対評価の試験なんですね。行政書士試験みたいに何点以上取った人をみんな受からせるとか、そういった試験ではなくて、合格率を決めて、で合格ラインを判断していきますので、試験の問題が優しければ合格ラインは上がっていきますし、難しければ下がっていきます。じゃあ何点ぐらいで合格できるのか。ちなみに平成29年度の本試験ですと、135点総合点で合格しています。7割弱ぐらいでも合格できていたんだということになってきます。あと願書には、科目ごとに一定の点数が必要と示されています。例えば合格ラインが140点だとして、極端な例なんですけど、行政法規100点満点で鑑定理論40点、合計140点なんですけど、さすがにこういったバランスの悪い取り方をしている場合には不合格の可能性あると思うんですけど、じゃあ実際こんな点数を取る人が受験生でいるかというと、いないです、基本的には。なのでこの科目ごとの点数というのは基本的には気にする必要はないです。私が知る限りではこの科目ごとの点数で落ちてしまったという方は聞いたことはありませんので、この科目ごとの点数というのは基本的には気にする必要はないということになってきます。なので鑑定理論としては目指すべきクリアポイントは、鑑定理論で40問中28問ですね、つまり7割70点クリアすることを目標に学習を進めていくようにしてください。どのような問題でも、7割以上70点クリアできていれば十分に合格点ということになってきます。ポジティブに3割は間違えられる、40問中12問は間違えられる、満点は不要なんだってことです。7割クリアを目標に学習を進めていくということになってきます。
ではこの担当式試験ですね、敵をやっつけるためには敵を知る必要がありますので、実際の本試験問題確認していきます。はい、皆さんが受けるべき担当式試験は平成31年度ですかね。平成ではないかもしれないんですけど、平成31年度。なので直近の本試験となりますと平成30年度なんですが、すみません、今この収録しているのは平成30年度の本試験前に収録していますので、直近の本試験問題というと、この平成29年度の本試験問題、こちらを使って実際の本試験問題確認していきます。これ大きさ的には A4 版の本試験問題ということになってきます。こういった国家試験の問題というのは秘密保持のために、刑務所内の印刷するところで、作成されるなんて聞いたことあるんですけど、この問題もそうかもしれないですね。平成29年の不動産鑑定試験担当式試験ということになっていきます。で、不動産の鑑定評価に関する理論ですね。鑑定理論の科目です。で、100点満点で書かれてますよね。で、時間2時間です。午前10時から2時間で行政法規で、午後1時間半の休憩挟んで、午後の1時半から3時半で2時間で鑑定理論の問題解いていきます。で、40問ありますので、それなりのこう、分量があります。この平成29年度ですと、26ページほどの表紙を含めて分量があります。で、注意事項があるんですけど、じゃあその、ちょっと4のところを見てください。4のところ、注意事項の4ですね。回答は回答用紙の記入要項に従って必ず黒の鉛筆 HB または B で回答用紙の記入例に倣い正しくマークしてくださいと示されています。マークする筆記用具はシャーペンは使えません。 HB または B の黒の鉛筆ですね。鉛筆を使ってマークをしていきます。シャーペンですと、このマークシートの読み取り機で読み取らないことがあるみたいなんですね。なので受験の願書のところに必ず鉛筆で書いてください、マークしてくださいって示されてますので、鉛筆用意していただいて、普段のレックの答案練習会、答練の時もマークシートをマークする際には鉛筆を使って、鉛筆に慣れてマークをしていくようにしてください。ちょっと問題の形式を見ていきましょうね。問題の形式確認していきます。では、じゃあ16ページぐらい使ってみていきましょうかね。内容的にはね、まだまだちょっとわからないと思うので、ちょっと形式だけ確認していきましょう。はい、じゃあまずは問題24ですね。こちらの形式確認していきます。問題24。賃料を求める鑑定評価の表に関する次の記述のうち、正しいものはどれかという形で、括弧1から括弧5と選択肢が与えられていて、正しいものを1つ選ぶ。こういった形式のことをどういった形式と言いますかというと、これ、単純整合問題と言ってあります。正しいものもしくは誤っているものを一つ選ぶ、そういった形式がこの単純整合問題と言います。はい、続いての形式はでは問題26確認していきましょうね。問題26、はい、問題26、鑑定評価報告書に記載する事項に関する次の「い」から「ほ」までの記述のうち、正しいものを全て掲げた組み合わせはどれかですね。で、「いろは」に「ほ」と記述がありまして、で、選択肢として例えば括弧1「いろ」に括弧2「いは」にという形で5つの組み合わせが示されてまして、正しいものを全て掲げた組み合わせを選ぶ、そういった形式の問題になっています。こういった形式のことをこれ組み合わせ問題と言います。正しいものもしくは誤っているものを全て掲げた組み合わせを選ぶ、組み合わせ問題ということになってきます。続いてですね、ではすぐ上問題25見ていきましょう。問題25見てください。下記の説明文は鑑定評価の手順に関する不動産鑑定評価基準の記述である次の「い」から「は」までの空欄に入る語句として正しいものの組み合わせはどれかで、一定の文章がありまして、一部いろはという形で空欄になってまして、その空欄に入るべき語句の組み合わせが5つ示されていて、選択肢を選ぶ、そういった形式ですね。こういった形式のことを何というかというと、単純に穴埋め問題と言います。穴に入るべき語句、正しいものを、選んでいく、そういった形式ということになってきます。さらにもう一つ形式ですね。最後の2、3問がそういった形式になってくるんですけど、じゃあ問題39見てみましょうね。問題39。問題39。次の前提条件に従って、賃貸事例比較を抜いて採用すべき基準賃料、平米あたり月額実質賃料で10円未満社購入を計算した結果として、正しいものはどれか。で、一定の数値等々が与えられていて、選択肢としましては、計算結果が5つ、示されていて、正しい計算結果を選ぶ、
こういった形式ですね。これズバリ計算問題と言います。でこの計算問題なんですけど、計算問題ですね、高度な数学は不要です。微分とか積分とかそういった数学は、ね、不要なんですけど、まあ、単純に足し算引き算割り算掛け算で計算していけばいいんですが、ポイントはこれ計算問題、電卓は使えません。それがポイントですね。手計算筆算で計算をしていかなきゃならない、そういった形式です。基本的には40問中最後の 2,3 問が計算問題なので、こう最後残りの時間が少ない限られた時間の中で電卓を使わずに手計算で処理をしていかなきゃならない、そういった意味では非常に難易度の高い、まあ、ケアレスミスをしがちな、正解をなかなか導き出すことが難しい、そういった形式の問題がこの計算問題ということになってきます。大きく4つの形式ですね。単純整合、組み合わせ、穴埋め、計算問題と分かれていきます。ではこの平成29年度の本試験問題でどういった割合でこの4つの形式が出されていたのかってことですね。単純整合問題は14問、組み合わせ問題は19問、穴埋め問題は5問で、計算問題は2問という形ですね。こういった割合で示されています。まあ、組み合わせ問題が一番多いですよね。まあ、大体このような割合だと思います。そんなに大きく割合は変わらないと思います。で特にこの組み合わせ問題というのは、確実な知識が一つあればそれを中心ヒントとして消去法的に正解詞を導き出すことができます。なのでこういった形式を踏まえてどういった点がポイントになるかというと、確実な知識を増やしていくことが合格するには重要ポイントになってきます。まあ、過去問を中心に確実な知識をしっかりと増やして、それをヒント中心として消去法的に正解詞を判断していくってことですね。まあ、10の不確かな知識よりも7の確実な知識で合格をしていく、そういった戦略で学習を進めていくことがこれ重要になってきます。はい、では続いて今度鑑定理論の、科目の特性というものを確認していきます。科目特性ですね。まずはじゃあ鑑定理論どういった内容を学習するのか、学習内容です。ズバリ一言で言うならば、鑑定理論というのは不動産鑑定評価基準と留意事項について理解を伴わせて暗記をしていく、そういった科目学問ということになってきます。不動産鑑定士が鑑定評価をする時の判断の拠り所となるのがこの不動産鑑定評価基準、略して基準というものと、あとはその弟分になる留意事項、この基準留意事項について単なる丸暗記ではなくて理解を伴わせて暗記をしていく、そういった学習ということになってきます。鑑定理論という科目は担当のみならず論文式試験でも出題される、そういった科目になってきます。担当論文どちらでも出題されます。特に論文式試験というのは論文文章を書いていくんですけど、この鑑定理論の論文はなんか自分の考え方を現場で書くとかそういったことではなくて、暗記してきた基準留意事項を問題に合わせて現場で吐き出す、そういった試験なんですね。暗記してきたものを現場で吐き出すのが論文式試験です。つまり論文式試験合格するためにはこの基準留意事項の暗記というのがもうね必ず必要になってきます。大前提です。この基準留意事項というのは試験員とのいわば共通言語だと思ってください。試験員もこの基準留意事項を暗記して合格しています。共通言語ですね。なので自分の理解を試験員に適切にアピールするためにはこの共通言語であります基準留意事項を使っていかないとこれ合格点は取れないんだということになってきます。なので論文式試験合格答案を書くためにはこの基準留意事項の暗記が必須ということになってきます。一方担当式試験というのはマークシートでマークをすればいいということですね。なので基本的には論文ほど暗記についてはそれほど意識する必要はないです。それよりも担当式試験というのはこの理解を伴わせる、理解の部分が担当の問題でよく聞かれたりしますので、この理解を伴わせるということが担当対策ですと重要になってきます。では鑑定理論という科目の位置づけですね。試験における位置づけ、これ担当論文いずれでも配点の半分を占める最重要科目となってきます。担当式試験は行政法規と鑑定理論2科目ですので配点の半分を占める、まあ、当然なんですけど、論文式試験、論文式試験というのは行政法規という科目はこれ担当だけの科目ですので論文では出題されません。で鑑定理論は重要なので論文でも出されて、加えて論文式試験は民法経済学会計学計4科目で試験が課せられます。ただ鑑定理論は他の科目よりも出題される問題数が多いんですね。
なので論文式試験600点満点なんですが、そのうち300点が鑑定理論、つまり配点の半分を占める最重要科目ということになっていきます。なので担当論文いずれにおいても鑑定理論を苦手としているようですと、なかなか合格は厳しいということになってきます。さらに鑑定理論の位置づけなんですが、担当論文で学ぶべき知識はこれ共通となっていきます。違うのはアウトプットが異なるということです。この後基本的なテキストを見ていくんですけど、この基本テキストは担当論文共通のテキストということになってきます。つまり基本的には担当特有の知識、論文特有の知識というのはないです。知識は担当論文で共通です。ただそれを試験員にアピールする方法が、つまりアウトプットが担当と論文では違う。担当ですとマークシートにマークする、論文ですと、まあ、文書にしていくってことですね。アウトプットの違いだけで学ぶべき知識は担当論文で共通なんだということになってきます。で、踏まえて戦略としましては、ぜひ担当段階で鑑定理論を得意にしていただきたいということになってきます。いわば担当のこう受かり方ですね、受かり方を意識していただきたいということになってきます。例えば仮に合格ラインが140点だとしましょう。で、行政法規90点の鑑定理論50点、合計140点、これ立派な合格なんですけど、ただ行政法規というのは担当だけの科目ですので、いくら得意にしても論文の貯金にはならないということになってきます。一方、鑑定理論は担当、論文共通の科目になりますので、担当段階で得意にすればするほど知識が共通ですので、論文の貯金になります。なので、140点が合格ラインならば、できれば鑑定理論90点の行政法規50点。まあ、こんなようなバランスで、つまり鑑定理論の方を得意にして担当に受かっていただきたいということで、もちろん、まずは受かることが重要です。これが第一義的に重要なんですけど、ただ、受かり方ですよね。最終合格を踏まえるならば、鑑定理論の方を得意にして、ぜひ担当試験試験ですね、合格していただきたいということになってきます。はい、では続いてこの担当合格講座を含む、コースの流れについてお話をさせていただきます。とまずはこれから受けるべきものは一番左足ですね、担当合格講座ということになってきます。初めて受けていただく知識を、ね、インプットしていく講座です。鑑定理論20回の行政法規14回で計34回ですね、まずは受講していただきます。で、続いて右行っていただいて、この担当合格講座と対応なす初めて受けていただく当練が担当基礎当練ということになってきます。これ初めて受けていただくので、まず範囲指定があります。あと出題する内容についても名前の通り基礎的な内容を出題していきます。で、こちらについてはマークシートを提出する必要はありません。これ自己採点の当練ということになってきます。で、続いてこの行政法規の改正対策講座というのがあります。行政法規、学ぶべき内容は法律です。法律というのは毎年のようにこう改正があります。で、改正点というのは試験でよく出されやすいポイントなんですね。その対策を行っていくのがこの行政法規の改正対策講座ということになっていきます。で、続いて担当総まとめ講座、それぞれの科目4回ずつの計8回ですねがあります。もう一度名前の通り知識を総まとめ再確認していく講座がこの担当総まとめ講座ということになっていきます。この担当総まとめ講座、鑑定理論4回なんで、全4回なんですけど、その最終回4回目で鑑定理論については計算問題の対策を担当総まとめ講座の第4回目の講義で行っていきます。で、続いて直前で受けていただく担当実践当練ですね。名前の通り本試験レベルの実践的な当練をそれぞれの科目3回ずつ受けていただきます。で、最後の総仕上げですね、全日本レベルの全日本担当公開模擬試験で仕上げをしていただいて、5月の担当式試験受けていただく、こういった流れになってきます。で、ちょっと講義の時間なんですけど、このピンクで塗られているところありますよね。これ知識をインプットしていく講座です。上にインって書かれてますね。これ知識をインプットしていく講座が担当合格講座、行政法規改正対策講座、担当総まとめ講座。こちらのインプット講座1回あたりの講義時間は 2.5 時間となっています。1回あたり 2.5 時間です。で、通信の場合は1回あたり 2.5 時間の講義がユニット制ですね、4ユニットに分かれて1回の講義が成り立っています。つまり1ユニットあたり35分前後かける4ユニットで合計 2.5 時間の1回分の講義ということになっていきます。
ユニット制になっていますので、例えばこんなふうな受講の仕方もできます。まあ、働いている方なんかお忙しいと思いますので、朝少しだけ早く早起きして、1ユニット分35分だけ、まずは出社前に受講して、で、会社に行って、で、帰宅してから残りの3ユニット分を聞いて、で、1日で1回分の講義を見る、みたいな形でも、これ受講することができますので、このユニット制ですね、うまく使っていただいて、自分のね、こうスケジュールの中にうまくね、講義を取り込んでいただいて、受講をね、進めていくようにしてください。で、アウトプットの方ですね、黄色い部分です。まあ、当練もしくは模試ですね、実際に問題を解く。当練模試、こちらについてはまずは2時間で40問問題を解いていただいて、で50本の解説をそれぞれ聞いていただく、そういった時間の流れになってきます。で、この担当合格コースと同時に論文のコースを受講している方もいらっしゃると思います。具体的には担当論文基礎コースですとか担当論文フルコースの方ですね。論文のコースを同時に受講されている方は、論文コースの中に鑑定理論の講座、具体的には論文ブリッジ講座、あと演習対策講座というのがあるんですけど、そちらの講座は、この担当合格講座全20回を受講していることを前提に講義を進めていきますので、なので、まずは論文コースにおける鑑定理論の講座を受講する前に、必ずこの担当合格講座20回分受講してから論文の方の講座ですね。鑑定理論の方受講するようにしてください。ではこのコース受講していくペースですね、特に通信生の方はなかなかねちょっとペースがどういうふうにやっていくのかつかみづらいと思いますので、まずはざっくりと、受講ガイドに、水道橋本校の生クラスの、スケジュールが掲載されていると思います。なのでまずはその生クラスのスケジュールを参考にするというのが一つ目安ということになってきます。あとはもう一つざっくりとした目安としましては、この担当合格講座と担当基礎当練あるんですね。これ対応なすで、これ基礎期の講座になっていきます。この基礎期のこの2つの講座当練を年内いっぱいに終わらす。これがざっくりとした目安です。まあ、秋以降に始めた方は、まあ、年明け1月いっぱいぐらいまで伸ばしてもいいと思います。ざっくりとは年内いっぱいにこの基礎期に該当する担当合格講座と担当基礎当練を受講するということになってきます。春から始める方は週1コマずつのペースで受講していただければ十分年内いっぱいに受講することができるはずです。夏から始めている方は、まあ、週2コマペースですね。で、ちょっと秋以降始めた方は週3コマくらい頑張って受講していただくと、年内いっぱいにこの基礎期の講座受講することができるはずです。で、いつから始めてもこの基礎期の講座を年内いっぱい、遅くとも1月いっぱいぐらいまで終わらせて、で、年明け以降はこれみんな合流してこの行政法規改正対策講座から基本的には週2コマずつのペースで受講していただく、まあそういったペースです。いつから始めても年内いっぱいで基礎期を終わらせて、で、年明け以降はみんな合流して、週2コマずつぐらいのペースで行政法規改正対策講座総まとめ実践で公開もしている形で受講していただく、そういったペースということになってきます。で、この当練、特にこの初めて受けていただく担当基礎当練なんですけど、やっぱり当練なのでいい点数を取りたいので、しっかり復習をした上でいい点数を取りたいので当練受けたい。なのでなかなかこの当練を受けない、受け控えをしてしまうという方が例年多くの受講生でいらっしゃるんですけど、ただこの特にこの担当基礎当練はできる限り早い段階にやっぱり問題解くようにしてください。点数はもちろんいいに越したことはないんですけど、点数は基本的には気にする必要がないです。担当基礎当練というのはとにかく早い段階から問題40問慣れる、解くことに慣れていただくというのが一番重要目的です。どちらかというと問題間違ってもらいたいです。間違ってなんぼです。やっぱりこう担当合格講座一通り受講して、でなんとなく分かったつもりでも実際問題解いてみるとやっぱり間違ってしまうということが結構あったりするわけです。なので間違ってもらって、あ、やっぱり問題あったとこんな風に聞かれるんだな、だからこの後の勉強はこの辺を重視意識して学習を進めていこうかな、間違えることによってその後の学習にやっぱフィードバックしていただきたいんですね。なのでできる限り早い段階で受け控えをせずに、この担当基礎当練については、まあ、自己採点であるんですけど受講するようにしてください。
で、これから受けていただく鑑定理論全20回のこの担当合格講座、まあ、受講の進め方ですね。基本的には予習はいらないです。まあ、復習をしっかりと行うということです。できれば講義の時間の倍ぐらいの時間を使っていただいて、復習していただくといいと思います。で、受講するにあたっては、とにかく枝葉の部分は細かいところは気にせずに、やっぱりどんどん先に進めていただいて、大枠をつかむってことですね。要は幹となる部分をしっかりと理解するってことを重視して学習を進めていくようにしてください。本当に細かいところを気にしてしまうと、いくら、ね、やっても先に進めることはできませんので、とにかく一通りまずは全20回ですね、ざっくりとやっぱり本当に講義を聞いていただいて、で大枠をつかんでいただいて、で、全体を一通り学習することを、受験業界の用語でこう回すと言ったりするんですけど、とにかく担当合格はこの全体を本試験までどれぐらい多く回すことができるかどうかですね。これがポイントになってきます。で、初めは分からないところ、細かいところも2回し3回し4回し繰り返すことによって後から分かってくることは多々あります。なので、とにかく特に1回目の講義ですね、復習の際には細かいところは気にせずに、どんどん先に進めていただいて、まず大枠、幹となる部分をしっかり意識する、掴むということをね、重視して学習を進めていくようにしてください。ちなみにこの担当合格コース一通り受講するだけでも、本試験まで全体を10回しぐらいは回せると思うんですよね。担当合格講座受講するだけで1回し、復習で2回しで、基礎等を受ける前にもう1回しで、受けて3回しみたいな形で、こう普通に予習復習、復習講義の受講と復習をやっていただくと、まあ、少なくとも10回しくらいは本当回せると思いますので、とにかく本試験まで全体をどれだけ多く回すことができるか、本当に薄くて構いません。何かこうミルフィーユのようにこう薄くて構わないので、繰り返し回すことによってこうどんどん積み重ねていって、で合格ラインに近づいていくってことですね。そういったスタンスでこう学習を、ね、進めていくようにしてください。で、通信生の方は直接質問はできないんですけど、教えてチューターでですね、メールでの質問がちゃんとね準備されていますので、分からないところ、あとはやっぱりこう勉強の方向性とか方法とかですね、何でも構いません。メールでの質問どんどん使っていただいて、私がねどんどん答えていきますので、教えてチューター、そういった質問制度をうまく使っていただいて、学習を進めていくようにしてください。あとは、これから担当、合格講座を受講するにあたって、私は講義の中でちょっとね、マーカーをしていきます。で、一応ざっくりと言いますと、マーカー、ピンク、ブルー、緑と、あとはちょっと太めのペンの赤ですね。まあ、この4色ぐらいを、ちょっと講義では使っていきますので、この後、できればちょっとマーカーですね。全く同じ色でなくても構いませんので、こうマーカー準備していただいて、担当合格講座ですね、受講するようにしてください。はい。では、続いては、お手元届いた、テキストですね、配布教材について一通り内容を確認していきます。まずは、この担当、2019の合格基礎テキスト鑑定理論というのがお手元届いていると思います。こちら講義で使用するメインテキストということになってきます。これ担当論文共通の、基礎テキストということになってきます。こちら講義で使っていきます。ちょっと形式面だけ確認していきましょうね。ちょっと80ページ使ってみていきましょうね。はい、形式面だけ。じゃあテキスト80ページ使ってちょっと形式面で確認していきます。この上の実践で囲まれているところありますよね。こちらが不動産鑑定評価基準、基準を表しています。ですぐ下、点々の枠で囲まれているところがあります。こちらが弟分の留意事項を表しています。実践の枠が基準、点線の枠が留意事項を表しています。で、横見出しなんかあったりします。で、横見出しにまずは担当出題年度が示されてまして、すぐ下論文出題年度も示されてます。これ担当論文共通のテキストですので、担当論文いずれの出題年度も示されています。で、すぐ下効果形っていう教材の番号が示されています。効果形というのはこれ論文対策の補助教材です。なので担当合格コースの方はこの効果形というものはこう無視するようにしてください。で、さらに横見出しのコメントなんかもあったりします。で、必要なコメントについてこう適宜指摘をしていきます。以上、こういった形式になっています。まずはこのメインテキストですね、講義で使うのがこの合格基礎テキスト鑑定理論ということになってきます。続いて、お手元ですね、
このパワーポイント画面集というのがお手元届いていると思います。これ皆さんに今まで見せてきたこのパワーポイントの画面ありますよね。こちらをまあ紙冊子にした状態がこのパワーポイント画面集ということになってきます。まあ、復習の際にパワーポイントですね、ありますね、このパワーポイントの画面を確認するものとして、復習の際の確認用としてこのパワーポイント画面集は使用するようにしてください。で続いてですね、お手元、2019の足別鑑定理論上下巻というのが届いていると思います。足別鑑定理論上下巻ですね、届いていると思います。こちら平成29年度までの過去問を分野別に一問一答形式の形に編集し直した、まあ、過去問集ということになってきます。平成29年度までの過去問を分野別に一問一答形式の形に編集した過去問集です。これ復習の際のメイン教材となっていきます。復習においてはこちらの教材を使っていただきます。講義では使えません。これ復習用のメインの教材になっています。形式名見ていきましょうね。じゃあ上巻の、そうですね、じゃあ12、13ページあたり使ってみていきましょうね。これ見開きの形になってまして、左が問題文で右が解説ですね。で一問一答形式でこう丸×という形の過去問集になっています。で、横見出しに重要度がランク付けされています。星の3つ2つ1つという形でランク付けが示されています。星が多いほど重要性が高いものということになってきます。で復習にあたってはこの星1つ2つ3つのうち星3つと2つだけを解くようにしてください。星1つはやらなくていいです。まあ、載せなきゃいいって話なんですけど、網羅性の観点からこの星1つの過去問は載せてるだけで、これやらなくていいです。内容的には非常に難しい、もしくは悩むような話なので、これやらなくていいものだと思ってください。なので復習の際にはやらなくていいんですよ。星1つやらなくていいので、星2つと3つ、しかも1回目の講義の復習の際にはもう星3つだけでいいです。星2つの足というのは他の章をやらないとわからないような、そういった内容なんかも含まれていますので、後半部分をやらないとわからないような、そういった内容なんかも含まれていますので、1回目の講義の復習の際にはもう星の3つだけで構いません。復習の際には星2つと3つだけ、星1つはやらない、しかも1回目の講義の復習の際には星3つの足だけを解いていく、これが復習のメイン教材です。ちなみに解説のところに、基礎テキストの該当ページが示されています。なので問題を解いて必ず合格基礎テキストの該当ページも合わせて確認するようにしてください。問題を解きながら基礎テキストを潰していく、そういった復習方法ということになってきます。あと最後ですかね、手のひらサイズのモバイル鑑定評価基準というのがお手元届いていると思います。これ暗記すべき基準留意事項を手のひらサイズモバイル形式にした、まあ、暗記用のツール本ということになってきます。担当採択としては暗記するほど意識する必要はないと、ね、お話したんですけど、ただそうですね、短期で合格する人はやっぱり担当の段階から暗記用をやっぱりこういったモバイルを使って頑張って進めています。論文に合格するためには最終的には基準留意事項の範囲としては7割、精度としても7割ぐらいも暗記しないとなかなか合格できないんですね。なのでやっぱ早い段階から、暗記を進めていただき、なのでできれば今日からこのモバイル鑑定基準お手元に携帯していただいて、通勤通学隙間時間でこうペラペラ開いていただいて、少しずつで構いませんので基準留意事項の文言に慣れて少しずつ暗記を進めていくようにしてください。今は新品だと思うんですけど、合格する方はこれボロボロになります。勲章のように、ぜひ皆さんもこうボロボロにしてですね、暗記進めていくようにしてください。はい、配布教材の説明一通り終わらすことができました。じゃあ一旦ちょっとここで切っておきましょう。はい、以上をもちまして第1ユニット講義の方を終了いたします。はい、では第2ユニット講義の進めていきましょう。で中身入っていくんですけど、ざっくりとまずはね、鑑定理論の全体像ですね、こちらをちょっと確認していきます。今回だけちょっとモバイルを使って、モバイルの目次を使って鑑定理論のこう全体像の方を確認させていただきます。お手元ちょっとモバイル今日だけちょっと準備してください。表紙めくっていただいて、端書き等々をめくっていただいて、で、目次があると思います。目次ちょっと見てください。
はい、目次を開いてください。はい、よろしいでしょうか。モバイルの表紙めくっていただいて、端書き等々めくっていただいて、目次のところを見てください。鑑定理論大枠としましては、まずは、大きく2つのブロックに分かれてきまして、まずは総論という部分がありまして、ちょっとページめくっていただきますと、格論ですね。大きく鑑定理論は総論と格論という形で分野が分かれてきます。総論というのは、すべての不動産共通の基本的な考え方を学んでいくのが総論ということになってきます。で、この総論の知識を踏まえて、で、格論というのは個別具体的な、鑑定評価のやり方、鑑定評価額の求め方を学んでいくのが、格論ということになってきます。総論がすべての不動産共通の考え方、それを踏まえて格論というのは、個別具体的な案件ごとの鑑定評価額の求め方を学んでいくのが格論ということになっていきます。で、ページ戻っていただいて、総論というのは、まずは、全部で第1章から第9章ですね。9つの章から総論は成り立っています。一方、格論というのは、第1章から第3章ですね。3つの章から成り立っています。総論で9、格論で3で、合計で12の章から成り立っています。じゃあ、どういった割合で本試験では問題が出されるのかということですね。これ平成29年度の分野別の出題数なんですけど、これ全ての章から問題が出されています。つまり、やらなくていい章というのはないです。全ての章から問題が出されています。ただ、出題数が多い分野があります。それは総論第5章7章、あとは格論1章ですね。この3つの章だけでした、5割近くの問数が出されています。なので、メリハリとしましては、特に総論第5章7章、格論第1章を重視して、学習メリハリをつけて学習を進めていく必要があるということになってきます。この3つの章は、論文の方でも出題可能性が高い章になってきますので、担当論文を通じてこの3つの章というのは非常に重要な章なんだということになってきます。では、中身、やっとですね、ちょっと前置きがなかったですね。中身入っていきます。お手元合格基礎テキスト準備いただきまして、はい、お手元合格基礎テキスト準備いただいて、で、端書き目次等々を進めていただいて、ページの1ページ目ですね。1ページ目、総論第1章という扉が示されている、そちらのページ開いてください。本書の読書だったり、端書き等々、さらに目次飛ばしていただいて、テキスト1ページ目ですね。テキスト1ページ目、総論第1章と書かれている扉のページを開いてください。こちらから内容入っていきます。はい、よろしいでしょうか。テキスト合格基礎テキスト1ページ、総論第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的考察から学んでいきます。鑑定評価を行うでの基本的な考え方を学んでいくのが総論第1章ということになってきます。では、本書で学習することという文章のところを見てください。第1章で学習することは、不動産の鑑定評価に関して最も基本的なものです。ベーシックなものなんだということです。この章は第2章以降を理解する上での重要な前提となり、不動産鑑定評価基準を体系的に理解する鍵となりますとなっています。総論第1章というのは、総論の中の総論と位置づけられるものでして、2章以降の具体的な概念の理論的根拠が示されているのが、この総論第1章ということになってきます。で、続きの文章、ただしから見てください。ただし、この章第1章は抽象的な記述が多く、基準の中でも難解な章です。そうですね、理論的根拠なので、ちょっと抽象論なんですね。文章がちょっと分かりづらい、そういった章になっていきます。なので、はい、最終段落、第2章から第9章の学習を一通り終わらせてから、もう一度確認するようにしましょうとなっています。2章以降の具体的な概念を学んだ時に、必ず理論的根拠としてこの1章に戻ってきます。戻ってきた時に思い出せる程度には、1章ですね、復習をしておいていただきたいということになってきます。2章以降で具体的な概念を学びます。で、必ず1章に戻ってきます。戻ってきた時に、ああ、そういえば1章でこんなことを学んだなって思い出せる程度に復習をしておくのが1章での、ね、ポイントということになってきます。で、下に、担当法試験の出題数が示されています。
で、先ほど言います通り、今これ平成30年度の本試験前に収録していますので、一番最新の平成30年度の取材数はここでは示されていません。そちらについては担当総まとめ講座、そちらのテキストで平成30年度の取材数は示していきます。はい、では中身入っていきましょう。2ページ進んでください。はい、2ページ進んでください。第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的講座です。はじめ 6行ほど枠の中基準があると思うんですけど、こちらは1章でどんな事柄を内容、理解していくのか、学んでいくのか、そういった事柄が全文的に示されています。で、いきなりなんですけど、こちらは試験対策としては全然抑えなくていいところなので、こう飛ばしていい基準ということになってきます。こちらは試験対策としては抑えなくてもいいところということになってきます。では下に移ってください。第1節、不動産とその価格というのが示されています。総論第1章というのは4つの節から成り立っています。まずはざっくりと、まず第1節は、客体であります不動産って何なの、不動産の価格って何なの、それを学んでいくのが第1節、不動産とその価格ということになっていきます。で、続いて5ページ進んでいただきまして、5ページ進んでください。5ページ一番上、今度第2節においては不動産とその価格の特徴を学んでいきます。じゃあ不動産ってどんな特徴があるの、不動産の価格ってどんな特徴があるの、学んでいくのが第2節ということになってきます。続いて第3節、12ページまで進んでください。はい、テキスト12ページまで進んでください。第3節は不動産の鑑定評価、ズバリ行為そのもの、鑑定評価ってどんな意義があるの、それを学んでいくのが第3節、不動産の鑑定評価です。で、最後第4節が14ページ進んでください。14ページ第4節が不動産鑑定士の責務です。鑑定評価の行為主体であります我々不動産鑑定士に課せられている責任義務、責務は何なのかを学んでいくのが第4節ということになってきます。大きくこの4つの節から第1章は成り立っています。まずはじゃあ第1節からもう一度2ページ戻ってください。はい、2ページ戻ってください。はい、第1節から確認していきましょう。第1節、不動産とその格で、まずは不動産のあり方という概念を学んでいきます。では枠の中基準の文言を読んでいきます。不動産は通常土地とその定着物を言う。土地はその持つ有用性のゆえに、すべての国民の生活と活動とに欠くことのできない基盤である。そしてこの土地を我々人間が各般の目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係は、不動産のあり方、すなわち不動産がどのように構成され、どのように貢献しているかということに具体的に現れるとなっています。はい、で、担当対策として重要なフレーズを今後マーカーしてくださいと指摘していきます。ここではじゃあ4行目マーカーしてください。不動産のあり方マークするようにしてください。4行目、不動産のあり方マークしてください。重要な概念ということになってきます。はい、不動産のあり方マークしてください。はい、ではまた1行目からもう一度戻って確認していきましょう。不動産は通常土地と建物等々に代表される定着物を言うんだということになってきます。皆さんがイメージする不動産もこの定義通りだと思います。続きの文章、土地はその持つ有用性、有用性というのは役立つ性質ということです。例えば土地の上に建物を建てることができる、さらには土地を使って農作物を育てることができる、そういった役立つ性質、有用性を持つがゆえに、すべての国民の生活と活動とに欠くことのできないベースとなるものなんだってことです。そしてこの土地を我々がさまざまな目的のためにどう利用しているかという、土地と人間との関係は不動産のあり方、言い方を変えれば不動産がどう構成され、どのように貢献しているかということに具体的に現れるんだということになってきます。土地と人間との関係が不動産のあり方という概念に具体的に現れるということです。不動産のあり方というのは、もう少し簡単な言い方で言うと、皆さんが目にする街並みのことです。不動産のあり方というのは、簡単な表現で言うならば街並みです。
町並みを目にすれば土地と人間との関係を把握することができるんだということです。例えば戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街、そういった町並みを見てみると、人は土地の上に戸建て住宅を建てるという形で不動産を構成し、戸建て住宅は人に対して住む場所を提供するという形で貢献している。こういった土地と人間との関係を町並みを見れば、不動産の在り方を見れば把握することができる。そういったことを示しているのが、この不動産の在り方の内容ということになってきます。不動産の在り方、簡単な表現で言えば町並みですね。町並みであれば土地と人間との関係、不動産がどう構成され、どのように貢献しているか把握することができるんだということになってきます。では第2段落見てください。この不動産の在り方は、自然的、社会的、経済的及び行政的な要因の相互作用によって決定されるとともに、経済価値の本質を決定づけているとなっています。不動産の在り方、町並みというのは、多面的な要因が相互に作用することによって決まってくるんだということです。例えば自然的要因、山間部なのか平野なのかによって当然不動産のあり方、町並みというのは変わってきますよね。さらには行政的要因、これ行政法規で学びますさまざまな法律があるんですが、法律の規制以下によってやっぱり町並みなんかも変わってきます。さまざまな要因が、多面的な要因が相互に作用することによって不動産のあり方、町並みは決まってくるとともに、この不動産のあり方、町並みというのは不動産の経済価値の本質、言い方を変えれば不動産の価格を決定づけるんだということになってきます。不動産のあり方、町並みが不動産の価格を決定づけるんだということです。例えば同じ規模形の土地であったとしても、都心の高級住宅街にあるのか地方の田舎にあるのかによって当然やっぱりこれ価値が変わってきますよね。つまり不動産のあり方、町並みというのは不動産の経済価値の本質、つまりは不動産の価格を決定づけるんだということになってきます。で最終2行、一方から、一方この不動産のあり方はその不動産の経済価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定されているとなっています。不動産の在り方、町並みというのは価格が選択のメインの指標として影響を与えるんだということになってきます。不動産の在り方をどう選択選ぶか、その際に価格というのが主要メインの判断基準として影響を与えるんだ、そういった関係ということになってきます。これ画面で説明したが分かりやすいですね。ちょっと画面を見てください。不動産の在り方の二面性ということが最終2行で示されていました。つまりは多面的な要因が相互に作用することによって不動産の在り方、町並みを形成し、この町並み、不動産の在り方が不動産の経済価値の本質、つまりは価格を決定するとともに、一方で価格が在り方、町並みに対して選択指標、判断基準として影響を与える、こういった行ってこいの二面性の関係があり方と価格には認められるんだということになってきます。例えばこんなような場面です。例えば高級住宅街にある土地の価格は高くなり、これあり方、町並みが経済価値の本質、つまり不動産の価格を決定するとともに、一方高い土地を購入した人は価格に見合った高級住宅を建築するんだ、やっぱりそれなりに高い金額で土地を購入した以上見合った使い方をするでしょ、つまり価格があり方、町並みに対して影響を与えるんだということになってきます。選択肢を判断基準として影響を与える、お互い行ってこいの二面性の関係があり方と価格には認められるんだということになってきます。はい、まずは不動産の在り方という概念ですね。土地と人間との関係の具体的な現れが不動産の在り方ということになってきます。では続いて不動産の価格って何なのか確認していきます。3ページ移ってください。この不動産の価格概念確認していきます。はい、3ページ不動産の価格というところを見てください。では枠の中、基準の文言を見ていきます。不動産の価格は一般に、括弧1、その不動産に対して我々が認める効用、括弧2、その不動産の相対的希少性、括弧3、その不動産に対する有効需要の3者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値を貨幣額をもって表示したものであるとなっています。
はい、まずは上から5行目、三者というところをマークしてください。三者マークしてください。三者マークしてください。不動産の価格というのは、三者がお互い影響を与え合って結合することによって、相関結合することによって生まれた不動産の経済価値をいくらいくらという金額、貨幣額を持って表示したものなんだということになってきます。では三者って何なのってことですね。上から2行目から3箇所マークしてください。公用、相対的希少性、有効需要、3つマークしてください。これらが三者ということになってきます。公用、相対的希少性、有効需要をマークしてください。これ三者となってきます。じゃあ公用、相対的希少性、有効需要って何なのってことですね。はい、下の説明文のところを見てください。鑑定理論というのは基準類事項を理解を伴わせて暗記をするという学問です。で、理解を伴わせるというのはズバリこういった基本テキストのこの下の説明文ありますね。こういった説明文を押さえていくことが理解を伴わせるということになってきます。で、まずは公用から見てください。公用。その不動産が有用性を持っており、我々人間の働きかけにより日常生活や経済活動に役立つこととなっています。最後、役立つというところをマークしてください。アンダーラインかなんかでマークしてください。役立つマークしてください。これ当たり前なんですけど、役立たないものにやっぱお金は出さないですよね。価格は、ね、形成されないということになっていきます。役立つからこそお金を払う価格が形成される。まず公用というのは役立つということです。では続いて相対的希少性を見てください。我々人間の欲求との関係において存在量が相対的に有限であり、手に入れるためには対価が必要となることとなっています。マーカーしてください。存在量が相対的に有限で、少し飛ばして対価が必要というところをマークしてください。存在量が相対的に有限、対価が必要というところをマークしてください。相対的希少性の意味内容です。日本全国に土地は数限りなくあると思うんですけど、欲求との関係を見て、例えばブランドショップを出店したい、そういった欲求との関係で見てみると、やっぱりブランドショップを出店できる土地というのはやっぱり相対的に限りがあるわけですね。限り有限であるからこそ対価が必要ってことですよね。もう無限になる場合にはもうほぼタダになるわけですね。限りがあるからこそ対価が必要、それが相対的希少性ということになっています。では有効需要した、購入資金を持った買い主が市場に存在することです。冒頭、購入資金を持った買い主というところをマークしてください。単なる需要じゃなくて有効需要、つまりお金を持った買い主が市場にいなければならないんだということになってきます。最終的に買ってくれる人がいなければ不動産の価格というのは形成されません。それが有効需要です。三者というのは上から、役立つからこそ相対的に有限で対価が必要で、それに対してお金を出す買い手がいるから不動産の価格は形成されるんだ。これが三者ということになってきます。で、こういった説明文のところは、覚えていく、暗記をしていくということよりも、こういったね、マーカーしたキーワードを中心に理解をしていくということですね。例えば、公用の説明で相対的希少性の内容が出てきた場合には、それは誤れたと判断できる程度には、キーワードを中心に理解をしておくということになってきます。で、また上の基準戻っていただきまして、はい、上の基準戻ってください。で、基準下から3行目、そしてから見てください。そしてから見てください。そして、この不動産の経済価値は、基本的には、これら3者を動かす、自然的、社会的、経済的及び行政的な要因の相互作用によって決定されるとなっています。不動産の経済価値は、不動産の価格というのは、3者を動かす多面的な要因が相互に作用することによって決まってくるんだということになってきます。まあ、要因サイドから言うならば、多面的な要因が3者を通じて不動産の経済価値、価格を形成するんだということになってきます。じゃあこの多面的な要因と価格との関係ですね。それが4ページに示されています。4ページ移ってください。はい、4ページ移ってください。要因と価格との関係です。はい、で基準のところ。
不動産の価格とこれらの要因との関係は、不動産の価格がこれらの要因の影響のもとにあると同時に、選択指標としてこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものであるとなっています。最後3行目、二面性マークしてください。二面性というところをマークしてください。二面性マークしてください。要因と価格との間にも二面性の関係が認められます。はい、下の図のところを見てください。はい、下の図のところを見てください。はい、下の図のところを見てください。上から、多面的な要因が3者を通じて不動産の経済価値、つまりは価格を形成する。要因の影響下に価格があると同時に、価格が要因に対して選択指標として影響を与える。一方通行の関係じゃなくて、お互い影響を与え合う二面性の関係が要因と価格には認められるんだということになってきます。はい、下の説明文のところを見てください。例えば、不動産の取引に関する規制が緩和されると、これ、要因のうち行政的要因です。規制が緩和されると、一般に不動産取引が増加し、不動産の価格は上昇する。これ、要因の影響下に価格があると同時に、その後、不動産の価格があまりにも急騰してしまった場合、不動産の取引に関する規制を強化する政策が取られる。価格が要因にも影響を与える。言ってこい、お互い影響を与え合う二面性の関係が認められるんだということになってきます。まずは第一節ですね。不動産って何なの？不動産の価格って何なの？不動産とその価格確認しました。では続いて第二節5ページを取ってください。はい、第二節、不動産とその価格の特徴。まずは不動産の特徴から確認をしていきます。で、不動産の特徴を理解する上で、ちょっと横見出し、コメントのところを見てください。横見出し、コメントのところを見てください。不動産の特性、特徴を理解するには、不動産を構成する基本的要素である土地の特性を理解する必要がありますと示されています。冒頭で不動産というのは土地とその定着物を言う。土地というのが不動産を構成する基本的な要素となっています。なので、不動産の特徴、特性を理解するためには、基本的な要素であります土地の特性を理解しておく必要があります。それがすぐ横、自然的、人文的特性というものになってきます。これ土地の特性ということになってきます。土地の特性であります自然的特性、人文的特性を確認していきます。では枠の中基準、4行目、括弧1というところから見てください。括弧1というところから見てください。括弧1、自然的特性として地理的位置の固定性、不動性、括弧非移動性、永続性、括弧普遍性、不造性、個別性、括弧非同質性、非代替性等を有し、固定的であって硬直的である。括弧2、人文的特性として用途の多様性、用途の競合、転換及び併存の可能性、併合及び分割の可能性、社会的及び経済的位置の可変性等を有し、可変的であって伸縮的である。土地の特性ですね。自然的特性、人文的特性です。で、マーカーしていただきたいのは、まずは4行目。自然的特性というところと、1行飛ばして、固定的、硬直的というところ、まずマークしてください。自然的特性、固定的、硬直的というところをマークしていただいて、できれば色を変えていただいて、対比的に、括弧2のところ、人文的特性というところと、1行飛ばして、可変的、伸縮的というところ、対比的にマークするようにしてください。自然的特性、固定的、硬直的。で、対比的に人文的特性、可変的、伸縮的というところをマークしてください。土地というのは、相矛盾する固定的で硬直的な自然的特性と可変的で伸縮的な人文的特性を有しているんだということになってきます。で、ちょっと論文対策に向けてこう暗記をしていく時のちょっとポイントなんですけど、今読んだ基準の中でこう括弧書きのところが多々出てきましたよね。括弧非移動性、非移動性とか括弧普遍性とかこう括弧書きのところ。で、今後もいっぱい鑑定理論においては基準類似項の中でこの括弧書きで示されているところが出てくるんですけど、括弧書きのところは重要な概念を示されているところが多々ありますので、これ暗記をするにあたっては括弧書きのところは省略せずに暗記をしていくようにしてください。
括弧書きも含めて省略することなく暗記が必要なんだということになっていきます。はい、では具体的に自然的特性としては5つ、人文的特性としては3つ示されていますので、それぞれについて詳しく確認していきます。まずは自然的特性から、はい、下の説明文のところを見てください、はい、下の説明文のところを見てください。そもそも自然的特性というのはどういった特性かというと、タイトルのすぐ脇、土地そのものが有する本来的特性を自然的特性と言います。人で例えるならば、生まれ持った遺伝的な性格が、まあ、自然的特性、そんなようなイメージです。土地が本来的に有する特性が自然的特性です。まずは5つのうち初めの2つ、丸1、地理的位置の固定性、不動性、非移動性です。説明文、土地の地理的位置は固定しており、そうですね、それぞれの土地、北緯何度、東経何度という形で位置が固定されてますよね。これ地理的位置の固定性です。で、ゆえにその後、個々の土地を他の場所へ移動することは不可能である。東京の土地を九州に持ち帰るなんてことはできませんよね。だからこそ不動産というわけですね。まさにそれが不動性、非移動性、そういった特性になってきます。続いて丸2、永続性、普遍性です。説明文、土地は使用しても消耗し枯渇することはなく朽ちることもないとなっています。対比的に建物は使い続けると経年劣化して最終的には壊れてしまいますよね。一方、土地というのはもちろん例外的に崖崩れとか考えられるんですけど、基本的には使い続けてもすり減ったりなくなったりすることはないんだということです。それが永続性、普遍性、そういった特性ということになってきます。では続いて6ページ進んでください。はい、6ページ丸3、不造成ということになっていきます。不造成、説明文、日本の国土面積は埋め立て等により多少の変化は考えられるものの、全体量として大きく増減することはない。これ不造成と言います。対比的に、このマーカー、これ、ね、消せるマーカー、フリクションマーカーなんですけど、こういった一般の材ですよね。例えば人気が出てきた場合には工場で増産体制を整えて簡単に増やすことができますよね。一方、例えばじゃあ田園調布の土地が人気が出てきました、じゃあ田園調布の土地って簡単に造成とか埋め立てで作れますかね。これ作れないですよね。つまり基本的に土地というのは簡単に作ることができない、日本国土、日本全国レベルの国土というのは基本的には増減しないような、そういった特性を持っている。それが不造成ということになってきます。続いて丸4、個別性というところを見てください。非同して非代替性です。説明文、個々の土地は他の土地と区別されるべき性質を有しており、全く同一の土地というものは2つと存在しないんだということになってきます。先ほど地理的位置の固定性ありましたよね。北緯何度、東経何度、つまり物理的な意味において全く同質な代わりになるような土地はないんだってことです。それが個別性、非同質性、非代替性、そういった特性ということになってきます。で、この非代替性というフレーズですね、これ、ちょっと総論第4章でこれに関わる側にはやっていけますので、この非代替性というフレーズはちょっと頭の片隅に置いておいてください。代わりになるものは全くないんだというのが土地の特性ですね。非代替性ということになってきます。では続いて人文的特性見ていきましょう。下を取ってください。人文的特性確認していきます。人文的特性というのはどういった特性かと言いますと、タイトルのすぐ脇、人間と土地との関係から生じる特性ということになってきます。人が働きかけをすることによって生まれてくる特性が人文的特性です。人で例えるならば、親の育て方によって変わってくる性格がこの人文的特性、そんなようなイメージです。まずは丸1、用途の多様性、用途の競合、転換び併存の可能性です。説明文、ある土地について用途が競合、商業地と住宅地と転換、農地から宅地と併存、店舗付きマンションとシールとなっています。やっぱりこの一般の材、マーカーありますよね。一般の際というのは基本的には一物一用途、
一つの使い方しか考えられないのが通常ということになってきます。これはマーカーするという用途ですよね。一方で土地というのは人が働きかけをすることによって同じ土地でも商業地として使えることもあれば住宅地として使えることもある、競合することもあれば、もともと農地だったところを造成して宅地に転換することもできれば、さらには1階コンビニ付きのマンションのように併存させることもできる。人が働きかけをすることによってさまざまな用途として使うことができる。これが用途の多様性ということになってきます。続いて丸2、併合及び分割の可能性見てください。説明文、土地は一旦区画されたとしても必要に応じて併合分割し得る。また権利についても借地権と所有地のように併合分割し得る。これ併合分割の可能性です。例えば隣り合っている狭い土地使い勝手が悪いので人が働きかけをすることによって併合したり、もしくは広い土地であまり持て余しているので人が働きかけをすることによって分割して宅地分譲していくみたいな形で、人が働きかけをすることによって不動産というのは土地というのは併合分割し得るんだ。これ併合分割の可能性ということになってきます。では最後丸3ですね、社会的経済的位置の可変性見てください。本文、土地は周辺の環境条件の変化に伴ってその最適な用途が変化するなど社会的で経済的な位置づけは変わりうるとなっています。これ横のコメントの具体例が分かりやすいと思います。はい、横見出しコメント具体例のところを見てください。社会的で経済的位置の可変性の例としては、郊外に大型ショッピングセンターが開店したことにより駅前商店街が衰退することが挙げられますとなっています。人が働きかけをすることによって郊外の大型ショッピングセンターを作ったことによって、開店したことによってもともと地域の中心で価格水準も高かった駅前商店街が衰退してしまって、地域の中心じゃなくなって価格水準も下がってしまう。つまり人が働きかけをすることによって土地というのは社会的経済的な位置づけは変化してしまうんだ。これ社会的経済的位置の可変性ということになってきます。でこれら特性も覚えるというよりも、それらの特性がまあどんなような特性なのかなってことをイメージできればまずは十分ということになってきます。で5ページ戻っていただきまして、はい、基準のところ戻っていただきまして、5ページ基準の枠最終4行ですね、最終4行見てください。はい、5ページ戻っていただきまして、基準の枠の中最終4行見てください。不動産はこの土地の持つ所得性に照応する特定の自然的条件及び人文的条件を予見として利用され、その社会的で経済的な有用性を発揮するものである。そしてこれらの諸条件の変化に伴ってその利用形態並びにその社会的で経済的な有用性は変化するとなっています。今まで自然的人文的特性というのを見てきたんですけど、今読んだところでこの条件、自然的人文的条件というのが出てきました。どういった違いかというと、はい、横見出し言葉の意味というところを見てください。横見出し言葉の意味、条件とは土地の特性が不動産に作用して個別具体的に表現された状態を指しますと示されています。特性というのは抽象論なんですね。それが個別具体的にそれぞれの不動産に現れた状態が条件ということになってきます。踏まえてもう一度文章のところを見ていただいて、不動産は、この土地の持つ所得性、要は自然的人文的特性に照応、つまり対応する特定の自然的条件、人文的条件を予見、これ前提ということです。予見前提として利用されることによって社会的経済的な有用性、要は経済価値が認められるんだということになってきます。で前提とする諸条件が変化するとその利用形態、さらには社会的経済的な有用性、要は経済価値も変化するんだということになってきます。まずは不動産を構成する基本的な要素であります土地の自然的人文的特性について一通り確認をしました。じゃあ切り替えのところで一旦切っておきましょう。はい、以上をもちまして第2ユニット講義の方を終了いたします。はい、では第3ユニット5の進めていきましょう。今不動産の特徴ですね、そのうち土地の基本的な特性ですね、自然的人文的特性一通り確認しましたので、引き続き不動産の特徴ですね、テキスト6ページ下不動産の地域性というところを見てください。はい、6ページ下不動産の地域性というところを見てください。不動産の特徴の一つということになってきます。
はい、よろしいでしょうか。6ページ下、基準の枠の中見ていきます。不動産はまたその自然的条件及び人文的条件の全部または一部を共通にすることによって他の不動産とともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域との間に依存補完等の関係に、及びその地域内の他の構成分子である不動産との間に共同代替競争等の関係に立ち、これらの関係を通じてその社会的及び経済的な有用性を発揮するものである不動産の地域性ということになってきます。7ページ、横見出し上のコメントのところを見てください。7ページ横見出し上のコメントのところを見てください、不動産は他の不動産と無関係に独立して存在するというものではないんだということになってきます。不動産は一匹狼的に価格が決まってくるわけじゃなくて、他の不動産の関わり合いの中から価格というのが決まってきます。つまりは、はい、横の図のところを見ていただいて、不動産というのは同じような使われ方をした不動産同士が集まって一定の地域を構成して、まずは地域との間に依存補完、時には助けてもらって時にはサポートして、さらには地域内の他の不動産との間の共同代替競争、時には協力し合って時にはライバル関係に立って、こういった関係を通じて不動産の価格というのは決まってくるんだということになってきます。要は不動産の地域性というのはどういったことかというと、不動産は地域の特性の影響を受けて、まあ、価格が決まってくるんだということです。そちらをちょっとねメモ書きしておきましょう。はい、では6ページ不動産の地域性という、ね、タイトルのすぐ下のところ1行ほどスペースがあると思いますので、そちらに、この不動産の地域性簡潔に言うならば、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだということで、決まる、はい、と記述してください。不動産の地域性というのは簡潔に言うならば、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まる、そういった特性特徴ということになってきます。不動産の地域性というのは、まあ、不動産地域に属するんだ、もう少し詳しく言うならば、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだということです。これが不動産の地域性ということになってきます。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まってくる、不動産の地域性ということになってきます。タイトルのすぐ下ですね、メモ書きしておいてください。では、こういった不動産の特徴だったり不動産の価格の特徴というのは、そういった特徴がありますので終わってはダメで、それではとそういった特徴を踏まえて、じゃあ評価にあたってはどんな点に注意しなければならないのか、こう結論の方にこうつなげていかなきゃならないということですね。では皆さんが鑑定士であるとして、不動産というのは地域性、地域の特性の影響を受けて価格が決まってくるんだ、こういった特徴があります。そういった特徴を踏まえて皆さん鑑定士ならば、評価にあたっては適正な価格を求めるためにはどういった手順が必要になってくると思いますかね、まあ、どういった手順を行わなければならないと思いますかね。不動産というのは地域の特性の影響を受けて価格が決まる、不動産の地域性、こういった特徴を踏まえて皆さん鑑定士ならば、評価にあたってはどういった手順を行わなければならないでしょうか。どうでしょうか。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まる。であるならば、鑑定士はそもそも不動産がどういった地域に存していて、その地域はどういった特性を持っていて、その地域の特性が不動産に対してどういった影響を与えるのかということを評価にあたっては、これ分析をしていく必要があるという、これ結論につながっていきます。これ6章の地域分析というものになっていきます。詳しくはもうそちらでやっていきますので、今はね全然そんなものかなでいいです。とにかくこういった特徴特性というのは、そういった特徴特性があるんだと終わりじゃなくて、そこからじゃあ評価なだってどういったこうね点に注意して評価を行っていかなきゃならないのかって、こう結論の方につなげていくということですね。
不動産というのは地域性、地域の特性の影響を受けて価格が決まってきます。であるならば、評価の立っては不動産鑑定士は適正な価格を求めるためには、そもそも不動産がどういった地域に存していて、その地域はどういった特性を持っていて、その特性は不動産に対してどういった影響を与えるのかということをしっかりと把握分析していかなければならないという結論にこれつながっていきます。6章地域分析ということに回ってきます。またこれ6章の地域分析でまた戻ってきます。戻ってきた時に、ああそういえば不動産の特徴として地域の特性というのがあったなと思い出せるようにしておくというのがポイントになってきます。では不動産に影響を与える地域の特性ですね、どういったものが考えられるのかということです。7ページ地域の特性というところに移ってください。7ページ地域の特性というところを見てください。では枠の中基準のところを見てください。このような地域にはその規模、構成の内容、機能等に従って各種のものが認められるが、そのいずれもが不動産の集合という意味において、個別の不動産の場合と同様に特定の自然的条件及び人文的条件との関係を前提とする利用のあり方の同一性を基準として理解されるものであって、他の地域と区別されるべき特性をそれぞれ有するとともに、他の地域との間に相互関係に立ち、この相互関係を通じてその社会的および経済的位置を占めるものである。地域の特性ということになってきます。冒頭から地域には規模、規模の大小とかですね、構成の内容、例えば店舗事務所メインなのか、戸建て住宅マンションメインなのか、そういった構成の内容、さらには機能、ベッドタウンとしての機能なのか、首都機能なのか、そういった機能等々、さまざまなものが地域には考えられるが、そのいずれもが不動産の集合、集まるという形で捉えるならば、個々の不動産にそれぞれ特性があるように、地域についても利用のあり方の同一性、同じような不動産、同じような使われ方をしている不動産同士が集まる、そういった集合という形で捉えると、それぞれの地域においては他の地域と区別されるべき特性というのが認められて、その特性の違い、要は相互関係、それぞれの地域の地域の特性の違いを通じて、それぞれの地域の社会的経済的位置、要は地域の価格水準の優劣が決まってくるんだということになってきます。8ページ移っていただきまして、上の図のところを見てください。8ページ上の図のところを見てください。はい、8ページの図のところを見てください。はい、ABC3 つの地域があります。それぞれ同じような使われ方を、している不動産投資が集まって、一定の地域の特性を形成しています。 A 地域というのは駅前の店舗が立ち並ぶ地域です。B 地域というのは郊外の戸建て住宅が立ち並ぶ地域です。C 地域というのは駅前の事務所ビルが立ち並ぶ地域です。それぞれの地域の特性を比較することによって、相互関係を通じて、一般的には郊外の戸建て住宅が立ち並ぶ B 地域よりも駅前の店舗が立ち並ぶ A 地域の方が価格水準が高い傾向にあるということですね。地域の特性を比較することによって、それぞれの地域の価格水準の違い、優劣を把握することができる、これ不動産の地域の特性ということになってきます。でこの地域なんですけど、捉え方以下によってさまざまなものが考えられます。もう一度7ページ戻っていただきまして、はい、7ページ下説明文のところを見てください。7ページ下の説明文のところを見てください。地域の特性と書かれている説明文のところを見てください。地域は特定の自然的条件、人文的条件の全部または一部を共通にすることに成り立っており、自然的条件を共通にして構成される武蔵野台地、最上川流域等といった地域や行政により区画される東京都、8ページ大阪府等の地域が考えられる、また日常生活品の小売店舗を中心として構成される〇〇駅前商店街といった地域等も考えられる。このように地域を分別して認識する場合、その把握の観点の違いによって地域には種々さまざまなものが考えられ、一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているのであるとなっています。最終2行マークしてください。一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているというところをマークしてください不動産というのはさまざまな観点から捉えられる、異なった観点から把握される地域に重なって属しているのが通常なんだということになってきます。例えば
今これ私が収録しているのは東京の中野にあるですね、レック本社ビルの収録室で一人寂しく収録しているんですが、じゃあこのレック本社ビルを、まあ、不動産、対象不動産だとして様々な観点から地域を捉えていきますと、まずはじゃあ自然的条件に関わる観点から地域を捉えていくと、このレック本社ビルが、まあ、関東平野に属している形で捉えることができます。じゃあ行政区画という意味ですと、これ東京なので東京23区、まあ、中野区というところなんですけどに属していると捉えることもできます。あとこう交通体系という観点からすると、東京はこう東西に中央線というのが走っているんですね。でこの中野というのは中央線沿線沿いです。なので交通体系という観点で捉えるならば、中央線沿線沿いという地域にも属しているということですね。不動産というのはさまざまな観点から捉える地域に重なって属しているのが通常なんだということになっていきます。なので間違いなし簡単です。不動産というのはただ唯一の地域に属しているのが通常なんだと、それは誤りなしということになってきます。まずは不動産の特徴ですね。では引き続き今度は不動産の価格の特徴を学んでいきます。全部で4つ出てきます。これいずれも重要になってきます。不動産の価格の特徴を確認していきます。全部で4つ出てきます。まずは1つ目、8ページ一番下括弧1というところを見てください。価格の特徴の1番目ということになってきます。括弧1というところを見てください。で括弧1、不動産の経済価値は一般に交換の対価である価格として表示されるとともに、その要益の対価である賃料として表示されるとなっています。不動産の経済価値は交換、要は売買の対価である価格、まあ手に入れることの対価である価格として表示されるとともに、要益、まあ使用収益の略です。使用収益、要益の対価、要は借りることの対価である賃料としても表示されるんだということになっていきます。不動産の経済価値というのは価格と賃料として表示されます。価格というのは交換売買、要は手に入れることの対価、一方賃料というのは要益使用収益、要は借りることの対価として表されるんだということになってきます。この価格と賃料には根本的な違いがあります。9ページ上の説明文のところを見てください。はい、9ページ上の説明文のところを見てください。まずは価格から本文、不動産の価格は不動産が存続する全期間にわたって不動産を使用収益することができることを基礎とし生ずる経済価値を貨幣額で表示したものであるとなっています。1行目、全期間というところをマークしてください。全期間マークしてください。価格、交換売買、要は手に入れることの対価、手に入れたならば一生も自分のものとして使い続けることができるということですね。つまりは不動産が存続する全期間にわたって使用収益できることの対価が価格なんだ。対応する期間が全期間に対応した価値概念が価格ということになってきます。で対比的に賃料を見てください。下賃料説明文、不動産の賃料は上記全期間のうち一部の期間において賃貸借契約等に基づき不動産を使用収益することができることを基礎とし生ずる経済価値を貨幣額で表示したものを主体とするものなんだということになっていきます。1行目、一部の期間マークしてください。一部の期間マークしてください。賃料、借りることの対価です。例えば皆さんアパートマンション借りて月額の賃料とか払ったりしてますよね。それは1ヶ月間借りることの対価として払ってるわけですね。つまり賃料というのは全期間のうち、例えば1ヶ月だったり1年だったり、そういった一部の期間に対応した価値概念が賃料なんだということになってきます。価格と賃料は前提とする期間が全期間なのか一部の期間なのか、これが根本的な違いです。ちょっと横見出しのところにこの根本的な違いとメモ書きしておきましょう。価格と賃料の根本的な違いというのは、これ期間概念が異なるというのが根本的な違いということになってきます。価格と賃料、前提とする期間概念が全期間と一部の期間で異なる、これが両者の根本的な違いということになって、これ非常に重要な違いということになってきます。価格賃料の根本的な違いはこう期間概念が異なるということになってきます。これ日照以降のさまざまな場面でこう理論的根拠になってきます。なので
今後私がこう価格賃料の根本的な違いは何ですかって聞いた時にはすぐに前提するこの期間概念が異なるんだってことはすぐにこれ答えられるようにこれはしっかりと理解をしておくようにしてください。これ非常に重要な両者の違いということになってきます。でこの価格と賃料には一定の関係が認められます。もう一度8ページ下戻っていただいて、はい、その基準のところを見てください。はい、8ページ下括弧1で基準のところで2行目最後そしてというところから見てください。そしてというところから見てください。よろしいでしょうか。そしてから。そしてこの価格と賃料との間にはいわゆる元本と価値との間に認められる相関関係を認めることができる。ちょっとマーカーしましょうね。ちょっとマーカーし忘れましたね。下から2行目、元本と価値とのってところで少し飛ばして相関関係ですねというところをマークしてください。元本と価値との相関関係というところをマークしてください。価格と賃料との間には元本と、まあ、利子みたいなものです。元本と利子のような果実との相関関係を認めることができるんだということになってきます。元本と果実との相関関係というところをマークしてください。どういったことかと言いますと9ページ、真ん中上の図ですね。時系列的な図のところを見てください。9ページ真ん中上の時系列的な図のところ、元本価値の相関関係というのは大元である全期間に対応する元本である価格が上昇したならばその一部であります果実である賃料も増えるでしょってことです。逆に一部の期間に対応する果実であります賃料が減った場合にはその大元であります全期間に対応する元本である価格も減るでしょってことです。つまり元本果実の相関関係というのは一方が増えれば他方も増える、もしくは一方が減れば他方も減る、そういった関係のことを表しています。なのでもう一度8ページ戻っていただきまして最終行相関関係の前にメモ書きでこれ正のって言葉を入れといてください。元本果実との正の相関関係、つまり一方が増えれば他方も増える、一方が減れば他方も減る、そういった関係が元本と価値の相関関係、価格と賃料との間には認められるんだということになってきます。せーのって言葉を入れておいてください。じゃあここからですよね。ああそういった価格の特徴があるんだと終わりじゃなくて、じゃあそういった特徴を踏まえて評価に当たってはどういった点に注意しなければならないのかってことですね。価格と賃料との間には元本価実の正の相関関係、一定の関係が認められるということになってきます。でこういった関係があるならばってことは賃料をしっかりと把握すればこの関係を使って価格を求めることができるんじゃないか、逆に大元の価格をしっかりと把握すればこの関係を使って一部である賃料を求めることができるんじゃないかってこう結論につながっていきます。これ元本果実の相関関係に着目して賃料から価格だったり価格から賃料を求めるやり方手法というのがあります。はい、9ページ、真ん中と下の方のこの図ですね。下の方の図のところを見てください。真ん中ちょっと下目の図のところを見てください。元本価値の相関関係は利回りという形で捉えることができます。今はね、そんなものなんだなでいいです。元本価値の相関関係は利回りという形で表されまして、で果実であります賃料に利回りを使うことによって元本である価格を求めたり、もしくは元本である価格に利回りを使うことによって価値である賃料を求めたり、これ価格賃料を求める手法というものを7章ですね、総論第7章で学んでいきます。具体的には収益還元法、積算法、利回り法あるんですけど、今いいです、これ必ず7章のこれらの手法を学んだ時に必ずこの1章の価格の特徴の1番に戻ってきますので、今押さえていただきたいのはこの元本果実の相関関係に着目して価格だったり賃料を求める手法というのがあるんだってことだけはちょっと頭の片隅に置いといてください。これ必ず戻ってきます。今押さえておくべきことはこの価格の特徴の1番、価格と賃料の間には元本価値の相関関係が認められて、この相関関係に着目して
賃料から価格を求めたり、価格が賃料を求める、そういった価格賃料を求める手法というものを7章で学ぶ、戻ってきますので、元本化率の相関関係に着目した価格賃料を求める手法があるんだってことはしっかりと押さえておいてください。まずは価格の特徴の1番ということになっております。では2番目ですね、10ページ進んでください。はい、10ページ上、カッコ2というところを見てください。価格の特徴の2番ということになってきます。カッコ2見てください。カッコ2、不動産の価格または賃料は、その不動産に関する所有権、賃借権等の権利の対価、または経済的利益の対価であり、まずはここまでですね。価格賃料というのは、権利または経済的利益の対価なんだということです。権利というのは法的裏付けがあるものです。利益というのは権利までは高められていないが、一般に取引価値のあるものが利益です。ただ何が権利で何が利益なんていうのはこう、ね、違いは聞かれませんので、ここはもう一つのワードとして価格賃料というのは権利利益の対価なんだということでいいです。価格賃料というのは権利利益の対価なんだということになってきます。重要なのは後半です。また書き以降から見てください。2行目後半また書きから、また2つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存する場合には、それぞれの権利利益についてその価格または賃料が形成され売るとなっています。最後売るというところをマークしてください。最後売るというところをマークしてください。売るというところをマークしてください。同一不動産上に2つ以上の権利利益が損する場合があって、その場合にはそれぞれの権利利益について価格が形成されることがありますよということです。つまりこれ必ず形成されるわけではないんだということを表しているのがこの売るという表現になってきます。例えば私が土地を持っていて、この土地を第三者に貸しました。この場合同一土地上に私の土地の所有権と第三者の借りている権利、2つの権利が損する場合があって、この場合それぞれの権利について価格が形成されることがありますよってことですね。これが価格の特徴の2番ということになってきます。じゃあこういった価格の特徴2番あります。じゃあこういった点を踏まえて評価にあたってはどういった点にこれ注意しなければならないでしょうか。価格賃料というのは権利利益の対価で、場合によっては同一不動産上に2つ以上の権利利益が損する場合があって、それぞれについて価格や賃料が形成されることがあるんですよってことですね。でこういった価格の特徴の2番を踏まえて評価にあたってはどういった点に注意しなければならないでしょうか。どうでしょうか。であんならば不動産鑑定士が評価にあたってはそもそも対象不動産にどういった権利利益がついていて、でこの不動産に2つの権利利益がついていた場合には、2つ以上の権利利益がついていた場合にはどちらが評価の対象になる権利なのか確認し、さらにはその評価対象となる権利について価格が形成されるのかというのを鑑定士はしっかりと確認していかなければならないんだということになってきます。価格賃料というのは権利利益の対価で、同一不動産上に2つ以上の権利利益損する場合があって、それについて価格が形成されることがありますよ、まあ、必ずじゃないところね、形成される場合がある。であるならば鑑定士は評価の立てはそもそも対象不動産にどういった権利利益がついていて、で2つ以上の権利利益がついていた場合にはどちらが評価対象となる権利で、で評価対象となる権利について価格が実際に成立するのかというのを評価の立てこれ確認していかなきゃならない。これ8章であります対象不動産の確認という作業になっていきます。また詳しくそちらでやっていきます。また戻ってきますので、今は価格の特徴の2番ですね。特に後半です。同一土地上に2つ以上の権利利益損する場合にはそれらについて価格が形成されることがありますよ、まあ、必ずとなった場合に逆に誤りだってことですね。これしっかりと押さえておいてください。では続いて価格の特徴の3番です。はい、下を取ってください。価格の特徴の3番確認していきます。括弧3というところを見てください。ではこの中基準、不動産の属する地域は固定的なものではなくて常に拡大縮小集中拡散発展衰退等の変化の過程にあるものであるから、不動産の利用形態が最適なものであるかどうか、仮に現在最適なものであっても時の経過に伴ってこれを持続できるかどうか、これらは常に検討されなければならない。したがって不動産の価格または賃料は通常過去と将来とにわたる長期的な考慮のもとに形成される。
今日の価格または人量は昨日の展開であり明日を反映するものであって常に変化の過程にあるものであるとなっています。まあ、長々と書かれていますが、ズバリ価格の特徴の3枚一言で言うならば、はい、最終行マークしてください。常に変化の過程にあるということになっていきます。そちらマークしてください。価格というのは常に変化の過程にある、これが価格の特徴の3番ということになっていきます。常に変化の過程にある、マークしてください。これ前提として不動産の地域性が前提となっていきます。不動産の地域性というのは、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだってことでした。じゃあ地域というのは常に固定的かというと、そうじゃないんだってことですね。地域は固定的なものじゃなくて、常に拡大縮小集中拡散発展について変化の過程にある。誰ならばその影響を受ける価格も常に変化の過程にあるということですね。これが価格の特徴の3番ということになってきます。じゃあここから結論ですよね。ああ、じゃあそういった特徴がありました。じゃあこういった価格の特徴の3番、価格が常に変化するんだ、特徴を踏まえて評価に当たっては、どういった点にこれ注意しなければならないでしょうか。価格の特徴の3番、価格は常に変化するんだ。であるならば評価に当たっては、どういった点にこれ注意しなければならないでしょうか。これ、価格は動態的に抑えて捉えていかなければならないんだ。でこれ結論につながっていきます。つまり、現状のみを把握すれば良いんじゃなくて、特に将来をも踏まえて価格というのは捉えていかなければならないんだというのが結論としてこれつながってきます。不動産の価格というのは地域の特性の影響を受けて、つまりは地域が常に変化することの影響を受けて価格というのは常に変化するんだ。であるならば評価に立っては、不動産の価格というのは現状のみを把握すればいいんじゃなくて、特に将来をも見据えて動態的に捉えていかなければならないんだという結論につながっていきます。でこの価格の特徴の3番が理論的根拠になる具体的な概念が横のコメントのところを見ていただいて、横見出しコメント、特に変動色の原則総論第4章、価格自伝総論第5章、自転修正総論第7章と関連します。今ね全然わからないと思うんですけど、必ずこの4章5章7章具体的な概念を学んだ時に必ずこれ戻ってきますので、そこで思い出せるように、価格の特徴3番というのは価格は常に変化してるんだ、つまり価格は動態的に捉えていかなければならないんだ、そういった概念なんだということをしっかりと思い出せるようにしておいてください。これ間違いなしとか簡単ですよね。例えば評価にあたっては価格は現状のみを捉えればいいとか、将来は考慮する必要がないとか、そういったニュアンスの足が出てきた場合にはそれ誤りなしということになってきます。現状のみで良いとか、将来考慮する必要がないとか、そういったニュアンスの足が出てきた場合にはそれ誤りなしということになってきます。これ価格の特徴の3番です。で最後4番目見ていきましょう。11ページを取ってください。で今までの価格の特徴は抽象的な価格についての特徴が示されていました。最後の4番目はこれ具体的な現実の価格についての特徴が4番目で示されています。はい、では11ページ括弧4というところを見てください。不動産の現実の取引価格等は取引等の必要に応じて個別的に形成されるのが通常であり、しかもそれは個別的な事情に左右されがちのものだって、このような取引価格等から不動産の適正な価格を見出すことは一般の人には非常に困難である。したがって不動産の適正な価格については専門家としての不動産鑑定士の鑑定評価活動が必要となるものである。これ価格の特徴の4番ですね。現実の取引価格というのはこれ市場で実際現実に発生していますので、個別的な事情によって個別に形成される、様々な事情のもとで個別に形成される。例えば相続税払わなきゃならないので売り急いで割安で売っちゃったりとか、どうしてもその不動産購入したいので多少割高でも構わないって形で割高で買っちゃったりとか、様々な事情のもとで個別的に現実の取引価格というのは形成されるので、つまり一言で言うならば、はい、その説明文の4行目、現実の取引価格等というのは必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らないものなんだということになってきます。はい、マーカーしてください。説明文の4行目、必ずしも
不動産の適正な価格を表しているとは限らないというところをマークしてください。これ価格の特徴の4番、端的に表現した内容です。必ずしも不動産の適正な価格を表しているとは限らない、これが価格の特徴の4番、現実の取引価格の特徴ということになってきます。地味毛量的なさまざまな事情が入った価格ということですね。現実の取引価格、つまり必ずしも適正な価格を表してないんだってことです。そういった地味毛量的な価格から、この価格の特徴の4番は結論まで示してくれてますね。そういった取引価格等々から誰しもが納得する適正な価格を素人だり一般の人が求めることは、それは、ね、無理なんだ、非常に困難なんだ。だからこそ我々プロの専門家の鑑定士の鑑定評価活動というのが適正な価格については必要となってくるんだ。これ鑑定評価の必要性、結論まで述べているのがこの価格の特徴の4番ということになってきます。ちなみに論文に行きまして、論文の本試験問題とかで、じゃあ不動産の鑑定評価の必要性について述べなさい、そんな問題が出た場合にはどういった記述をすればいいかというと、ズバリこの価格の特徴の4番をきっちり示していけば問いに対する答えになってくるんだということになってきます。この価格の特徴の4番だけはこう結論までしっかりと示してくれている、そういった内容になっています。以上4つですね、価格の特徴4つ、これいずれも重要です。で必ず日商以降の個別具体的な概念やった時に理論的根拠として戻ってきますので、それぞれどんな特徴なのかというのは、こうイメージはできるように思い出せるようにはしておくというのが復習の際のポイントということになってきます。はい、じゃあ一旦ここで切っておきましょう。はい、以上をもちまして第3エディット講義の方を終了いたします。はい、では最後ですね、第4ユニット講義の進めていきましょう。では第3節ですね、テキスト12ページ第3節、不動産の鑑定評価というところを見てください。テキスト12ページ第3節、不動産の鑑定評価、行為そのものですね、鑑定評価の意義確認をしていきます。12ページ、こう長々と基準が枠の中で示されているんですけど、この中で様々な観点からの鑑定評価の意義が示されています。で、それを抽出したものが、はい、13ページ、上の説明文、鑑定評価の意義というところになってきます。これ5つ、鑑定評価の意義が出てきます。最後の5番目は、これ総論第4章で学ぶ事柄なんですが、これ合わせてここで鑑定評価の意義という形でまとめて確認をしていきます。ではまずは1から見てください。で、この1、どういった観点からの意義が示されているかというと、1はこれ形式論的な意義が示されているのが1の鑑定評価の意義ということになっている形式論です。1はこれ形式論、形式という観点からの意義が1の鑑定評価の意義ということになってきます。形式ということになってきます、形式論です。はい、では形式論としての鑑定評価の意義ですね、1確認していきましょう。はい、1のところを見てください。不動産の鑑定評価はその対象である不動産の経済価値を判定し、これを貨幣価格をもって表示することであるとなっています。対象である不動産、これ対象不動産というんですが、鑑定評価というのは対象不動産の経済価値を判定し、いくらいくらという貨幣額で示すことなんだということになっていきます。これ形式論的な鑑定評価の意義ということになってきます。なので例えば、コンサルティングですね、不動産の有効活用をアドバイスする、そういったコンサルティング業務は経済価値を貨幣額で表示するものではありませんので、それ鑑定評価には該当しないということになってきます。まずは形式論的な鑑定評価の意義1ということになってきます。で丸2はどういった観点からの意義かというと、2は役割という観点からの意義が示されています。役割です。丸2は役割という観点からの意義が示されています。丸2は役割という観点です。役割という観点からの鑑定評価の意義が丸2で示されています。役割ということになっていきます。役割ですね。では役割という観点からの鑑定評価の意義丸2見てください。不動産の鑑定評価はこの社会における一連の価格秩序の中で、その不動産の価格及び賃料がどのようなところに位するかを指摘することであるとなっています。役割という観点からの鑑定評価の意義です。世の中には、お米1俵いくらとか車1台いくらみたいな形で一連の価格秩序があります。
その中で不動産の価格だったり賃料の適正な位置づけを指摘することが鑑定評価の役割なんだってことです。そういった意義がこの役割という観点からの ② の鑑定評価の意義ということになってきます。でこの役割という観点からの意義が発展したものが、はい、下の鑑定評価の社会的公共的意義というところを見てください。この役割という観点、丸2の鑑定評価の意義と関連してきます。はい、下鑑定評価の社会的公共的意義という枠の中を見てください。それはまた、つまり鑑定評価はまたこの社会における一連の価格秩序の中で対象不動産の価格の占める適正なありどころを指摘することであるから、その社会的公共的意義は極めて大きいと言わなければならないとなっています。一連の価格秩序の中で不動産の価格の適正な位置づけを指摘すること、例えば戸建て住宅だったりマンションがサラリーマンの年収の何倍ぐらいなんだ、そういった位置づけを示すことが、例えば個人の幸福だったり社会の成長発展とか、そういったことも影響を与えますので、そういった影響を与える適正な位置づけを示す鑑定評価というのは極めて大きい社会的公共的意義を有するんだということを示しているのが今読んだ基準の内容ということになってきます。こう役割という観点から意義が発展して鑑定評価の社会的公共的意義が示されているということになっています。上戻っていただきまして、今度は ③ ですね。3番目、これ一番重要です。3番目はどういった観点からの意義が示されているかというと、3番目は、市場代行機能、市場代行機能という観点からの意義が示されているのが ③ ということになってきます。市場代行機能です。③は市場代行機能という観点からの意義ということになってきます。鑑定評価というのは理想的な価格を求めるものではなくて、市場で実際にある価格を市場に成り代わって求めていくのが鑑定評価ということになってきます。つまり鑑定評価というのは市場代行機能を有しているんだということになってきます。そういった観点からの意義がこの ③の鑑定評価の意義です。で、③これピンクでマーカーしてあります。今後担当対策としても最低限暗記をしていただきたい重要な箇所についてはピンクでマーカーしていきます。これ担当対策としても重要なので頑張って最低限暗記をしていただきたい、そういったフレーズをピンクで今後マーカーしていきます。一章はここだけです。もう頑張って、50回ぐらい声出していっていただければ、覚えられると思いますので、頑張って一章はここだけでも担当対策としてまずは暗記をしていくようにしてください。これ重要な鑑定評価の意義ということになってきます。市場代行機能という観点からの3行ほどの意義ですね。ピンクでマーカーしてあります。こう担当対策としても重要なフレーズということになってきます。頑張って暗記を進めていくようにしてください。はい、では ③ 読んでいきます。③ 市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義ということになっていきます。③ 不動産の鑑定評価とは現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるであろう市場価値を表する適正な価格を不動産鑑定士が的確に把握する作業に代表されるものであるとなっています。これ重要な意義ですね。鑑定評価というのは、理想論ではなくて現実の社会経済情勢下で合理的な市場で形成される誰しもが納得する適正な価格を鑑定士が把握する作業なんだということになってきます。市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義づけです。頑張って3行ほどですね、暗記進めていくようにしてください。では続いて4番目、どういった観点からの意義かといいますと、4番目は、これ行為主体ですね、主体という観点からの意義が ④ で示されます。主体です、行為主体です。主体という観点からの意義が ④ で示されています。行為主体、主体という観点からの意義が ④ で示されています。はい、で ④ 確認していきます。⑤ 見てください。主体という観点からの意義です。⑤ 不動産の鑑定評価とは不動産の価格に関する専門家の判断であり意見であるとなっています。鑑定評価というのは鑑定士の、専門家鑑定士の判断意見、入れて構わないんだということになってきます。なので例えば同一の不動産について同一の依頼目的条件で複
数の鑑定士に評価依頼した場合には別々の鑑定評価額になってもこれ全然構わない、それはあり得るという話になってきます。鑑定評価というのは鑑定士判断意見入れて構いませんので、同一不動産について同一の依頼目的条件で複数の鑑定士に依頼した場合にはそれぞれの鑑定評価が異なっても全然構わないんだということになってきます。これ判断意見入れちゃダメだと、もうコンピューターとかに数値を入れてしまえばもう鑑定評価なんて簡単に出てしまうわけですよね。それじゃやっぱダメなんだということですね。まあ、判断意見がある意味それぞれの鑑定士の腕の見せ所ってことですね。あるいはこれ鑑定士の存在意義を表しているのがこの4番目の鑑定評価の意義ということになってきます。誤りの足としては、例えば鑑定評価額というのは客観的なものでなければならないので、評価にあたっては鑑定士自らの判断意見を入れては介在させてはならないとか、そんなことはないですね。判断意見は全然入れて構いません。それは誤りなしということになってきます。では続いて丸5ですね。これ4章で学ぶべき内容なんですけど、5番目はどういった観点からの意義かというと、これ過程ですね、価格形成過程ですね、過程という観点からの意義が示されているのが丸5の鑑定評価の意義ということになってきます。価格形成過程ですね、過程という観点からの意義が丸5で示されています。過程という観点からの意義ということになってきます。5番目は過程ですね、価格形成過程、過程という観点からの意義が丸5で示されています。では丸5、不動産の鑑定評価はその不動産の価格の形成過程を追求し分析することを本質とするものであるとなっています。丸3で鑑定評価というのは市場代行機能、市場で実際にある価格を市場に成り代わって求めていくのが鑑定、要は市場の価格形成過程に成り代わって求めていくのが鑑定評価です。であるならば鑑定評価にあたってはその市場の価格形成過程をしっかりと追求分析することが必要なんだ、それを本質とするものが鑑定評価なんだ、過程という観点からの意義がこの丸5の鑑定評価の意義ということになってきます。以上5つですね、いずれも重要なんですけど、特にこの丸3ですね、市場代行機能という観点からの意義です。頑張ってちょっともう一度読んでおきましょうかね。丸三、不動産の鑑定評価とは現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるであろう市場価値を表する適切な価格を不動産鑑定士が的確に把握する作業に代表されるものである。しっかりとこの一章はこのフレーズだけは頑張って、担当対策としても重要なので頑張って暗記をしていくようにしてください。はい、第3節ですね、鑑定評価の意義ということでした。では最後の節、第4節確認していきましょう。14ページ進んでください。行為主体であります不動産鑑定士に課せられている責任義務で、責務ですね、不動産鑑定士の責務学んでいきます。で14から15ページにかけて基準が示されているんですけど、この責務はまず3つのブロックから成り立っています。この責務は3つのブロックから成り立っています。なのでまずは3つのブロックに分けていきます。3つのブロックに分けていきます。まず第1ブロックは第1段落初めの4行ですね、4行目までがまずはこれ第1ブロックということになってきます。ここまでがまずは第1ブロックですね。ちょっとブロック分けしていきますね。ちょっと線から引いてください。まずは初めの4行、第1段落が第1ブロックですね、第1ブロックです。で第2ブロックが5行目からで下ずっと打っていただいて、カッコ1ってありますね。でカッコ1の上2行戻っていただいて、さらにって言葉があると思うんですけど、その前まで、さらにの前まで、5行目からさらにの前までが第2段落です、第2ブロックです、第2ブロックです。第1ブロックは4行まで、で5行目からこのさらにの前まで、カッコ1の上2行のさらにって文言の前までが第2ブロックで、さらに以降が第3ブロックですね。大きく3つにブロックが分かれていきます。さらに以降が第3ブロックということになっていきます。それぞれ別々の観点から責務示されています。別々の観点からの責務が要請されています。でまずは第1ブロックから確認していきましょう。14ページ一番上1行目から見てください。はい、14ページ1行目見てください。で読んでいきます。土地は
土地基本法に定める土地についての基本理念に即して利用及び取引が行われるべきであり、特に投機的取引の対象とされてはならないものである。不動産鑑定士はこのような土地についての基本的な認識に立って不動産の鑑定評価を行わなければならないとなっています。まず第1ブロックですね。第1ブロック、どういった観点からの責務が示されているか、どういった要請かといいますと、はい、ズバリこれ法律名を押さえてください。1行目マークしてください。土地基本法をマークしてください。土地基本法をマークしてください。第1ブロックは土地基本法からの要請ということになってきます。土地基本法をマークしてください。土地基本法、これ行政法規で学ぶ法律ですが、中身についてはそちらで確認していただきたいんですが、まあ要はこれバブルの頃にできた法律でして、一応4つの土地についての基本理念というものが示されています。例えば2行目、投機的取引の対象とされてはならないとか、こういった基本理念が示されているので、鑑定士は評価にあたってはこういった基本理念を踏まえて評価を行っていかなければならないんだ、そういった責務が第1ブロックの土地基本法からの責務ということになっていきます。第1ブロックですね、まずは法律名、これ土地基本法からの要請ですね。一定の基本理念に踏まえて評価を行っていかなければならないんだということになっていきます。では続いて第2ブロックですね、5行目から見てください。まずはね、一通りだーっと読んでいきます。5行目から、不動産鑑定士は不動産の鑑定評価を担当する者として十分に能力のある専門家としての地位を不動産の鑑定評価に関する法律によって認められ付与されるものである。したがって不動産鑑定士は不動産の鑑定評価の社会的公共的意義を理解し、その責務を自覚し、的確かつ誠実な鑑定評価活動の実践をもって社会一般の信頼と期待に報いなければならない。そのためにはまず不動産鑑定士は同法、つまり不動産の鑑定評価に関する法律に規定されている通り、良心に従い、誠実に不動産の鑑定評価を行い、専門職業家としての社会的信用を傷つけるような行為をしてはならないとともに、正当な理由がなくてその職務上取り扱ったことについて知れた秘密を他に漏らしてはならないことは言うまでもなく、ここまでが第2ブロックということになっていきます。第2ブロック、どういった観点からの要請かといいますと、やはりズバリ法律名ですね。6行目マークしてください。不動産の鑑定評価に関する法律マークしてください。不動産の鑑定評価に関する法律マークしてください。第2ブロックは不動産の鑑定評価に関する法律からの要請ということになってきます。でこちらの法律も行政法規で学ぶ法律です。だから中身はそちらで確認していただきたいんですけど、要は不動産の鑑定評価に関する法律で、鑑定士は専門家としての地位を認められています。そういった地位を認められている以上、地位に見合った責務を負いなさいということです。要は誠実に評価を行って、社会一般の信頼と期待に報いなければならないんだ、まあ、そういった責務が課せられているんだということになってきます。第2ブロックで試験対策上重要なのは守秘義務です。鑑定士にも守秘義務が課せられています。守秘義務についてはさらにという切り返しのところの上2行正当なってところからもう一度見てください。さらにの上2行正当なところから、ここが守秘義務のところです。正当な理由がなくてその職務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない、これ不動産の鑑定評価に関する法律から求められている守秘義務ということになってきます。マーカーしてください。正当な理由がなくてというところをマークしてください。正当な理由がなくてというところをマークしてください。こちらの守秘義務については行政法規の科目の方でもこれ学ぶ守秘義務ということになってきます。鑑定士職務上知れたことを正当が理由がなくて示してはダメなんだということになってきます。なのでじゃあ例えばこんな問題が出た場合、誤れた場合どうするでしょうか。依頼者から一定の事柄教えてください、要請された場合にはいかなる事柄も依頼者からの要請である以上示さなければならない、どうでしょうか。依頼者からこうこうこういった事柄を教えてください、要請があった場合にはいかなる事柄だっても依頼者からの要請である以上示さなければならない、どうでしょうか。ダメですよね。いくら依頼者からの要請であったとしても正当なこれ理由がなければ示してはならないということですね。これ誤りの足です。
じゃあこんな足はどうでしょうか。鑑定士は知り得た事柄をいかなる場合も示してはならない。どうでしょうか。鑑定士は職務上知り得た事柄をいかなる場合も示してはならない。どうでしょうか。いかなる場合もではないですよね。あくまで正当な理由がなくて示した、つまり逆に言えば正当な理由さえあれば一定の場合には知り得たことを示しても構わないんだということになってきます。そういった守秘義務が課せられているんだということになってきます。では第3ブロックですね、最後さらに以降、さらに以降はこれ皆さんが今学んでいる基準からの要請がさらに以降第3ブロックということになってきます。さらに以降は今学んでいる不動産鑑定評価基準、基準からの要請ということになってきます。5つの守るべき事項、遵守事項が括弧1から括弧5という形で示されています。第3ブロック基準からの要請です。で、5つの守るべき事項、遵守事項が示されています。まずは括弧1から見てください。括弧1見てください。高度な知識と豊富な経験と的確な判断力とが有機的に統一されて初めて的確な鑑定評価が可能となるのであるから、普段の勉強と検査等によってこれを体得し鑑定評価の進歩改善に努力すること。まあ当たり前といえば当たり前、道徳論ですね。まさにこう私に言われているようなことなんですよ。まあ鑑定士になった後も勉強検査なんです。鑑定評価進歩改善に努力しなさいということです。もう道徳論ということになってきます。だから括弧2見てください。括弧2、依頼者に対して鑑定評価の結果を分かりやすく誠実に説明を行い得るようにするとともに、社会一般に対して実践活動をもって不動産の鑑定評価及びその制度に関する理解を深めることにより不動産の鑑定評価に対する信頼を高めるよう努めることとなっています。まあ、講談もやっぱり道徳論ですよね。鑑定士、まあ、実践活動をもって鑑定評価制度の信頼性を高めるように努力しなさいってことです。で、前段ですよね。依頼者等々に対して鑑定評価の結果、求めた鑑定評価額について分かりやすく説明しなさい。これ説明責任が括弧に前段で示されています。つまり難しいことをね、文言なんか使う、高尚な文言なんか使うんじゃなくて、できる限り分かりやすい表現で鑑定評価の結果を依頼者等々に説明しなければならないんだということになってきます。説明責任ですね、やっぱ重要ですよね。本当に一昔前です と、鑑定評価の成果物、鑑定評価書というんですけど、まあ、鑑定評価書を相手方に送っちゃえば、まあ、仕事終わりみたいな時代も昔はあったんですけど、今は本当にしっかりと相手先に、ね、鑑定評価書を持参して、でこう時間をかけて一つ一つの事柄について実際に依頼者にこう口頭で説明するというんですかね、そういった説明責任重要になっていますので、この括弧に前段説明責任、鑑定士の責務としてはね、最近重要視されている説明責任ということになってきます。では括弧3ですね。括弧3見てください。括弧3、不動産の鑑定評価にあたっては事故または関係人の利害の有無、その他いかなる理由に関わらず公平妥当な態度を保持することとなっています。どんな理由があっても鑑定士は常に公平妥当な態度を保持しなさいってことです。今鑑定業界で言われているのはこれ依頼者プレッシャーと呼ばれるものが問題視されています。つまり依頼者からこれぐらいの金額で出してくださいってプレッシャーを受けることがあります。そういったプレッシャーに負けてしまって迎合して依頼者の希望通りの鑑定評価を求めてしまうなんてことがあったりします。それは不当鑑定ということになってきます。確かに報酬をもらうのは依頼者からなんですけど、あくまで鑑定士は依頼者の利益になろうがなるまいが、つまりいかなる理由に関わらず常に公平妥当な態度を保持して公平中立な立場から誰しもが納得する適正な価格を求めるのが鑑定評価なんだということになってきます。依頼者の利益のために求めるんじゃないんです。確かに報酬は依頼者からもらえます。ただ求めるべき鑑定評価額はいかなる理由に関わらず公平妥当な態度を保持して公平中立な立場から誰しもが納得する適正な価格を求めるのが鑑定評価額ということになってきます。何だか依頼者の利益とか依頼者のためとかそういったニュアンスの足が出てきた場合にはそれ誤りの可能性が高いということになっていきます。では4番目ですね。括弧4を見てください。不動産の鑑定評価にあたっては専門職業家としての注意を払わなければならないこと、まあ、プロである以上プロとしての注意を払いなさいということです。例えば依頼者から提供を受けた資料を鵜呑みにして、で
それ間違った指導で、その結果間違った鑑定評価を求めてしまう。それはもうダメだってことですね。プロである以上、依頼者から提供された資料であったとしても鵜呑みにすることなく、しっかりとプロとしての注意を払ってチェックをした上で評価を行っていかなければならないんだということになってきます。で、試験対策上重要なのは最後ですね、この5番目の遵守事項ということになってきます。まあ、受託責任が示されています。はい、では過去を見てください。過去5、事後の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価を引き受け、または縁故もしくは特別の利害関係をする場合と、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならないこととなっています。3行目、原則としてって文言をマークしてください。原則としてって文言をマークしてください。利害関係がある場合には原則として鑑定評価引き受けてはならないんだということになってきます。で、今後この原則としてって文言がいろんなところで出てきます。で、この原則としてって文言は担当問題として間違いの足を作りやすいキーワードになってきますので、今後原則としてって文言が出てきた場合にはこれ、ね、しっかりと意識をして押さえていくようにしてください。ここも重要な原則としてって文言になってきます。3行目、原則としてマークしておいてください。これ重要なフレーズになってきます。で、この原則としてって文言を使ってどんな間違いの足を作ることができるのかというと、2つのパターンが考えられます。はい、画面見てください。間違いの足パターンとしましては、まず1つ目は、原則例外論を逆にするパターンの間違いの足ということですね。まあ、こんなような問題です。特別な利害関係をし、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときには、多いときにおいても公平妥当な態度を保持していれば、原則として不動産の鑑定評価を引き受けても構わないとなっています。原則として引き受けてはならないということですね。これ原則として引き受けても構わないとなってしまってますね。要はこれ原則例外論が逆になってしまっているので、間違いの足ということになってきます。続いての間違いなしのパターンとしては例外なしパターンということになってきます。例えばこんな問題。不動産鑑定士は常に公平妥当な態度を保持しなければならず、特別な利害関係をする場合はいかなる場合であっても不動産の鑑定評価引き受けてはならない、例外一切許されないんだってことですよね。じゃなかったですよね。利害関係を有する場合においても一定の場合には鑑定が引き受けることができます。そのことを表していたのがこの原則としてという文言です。なのでいかなる場合もってなった場合にも、これ誤りなし、例外なしパターンの誤りなしということになってきます。このように簡単に間違いなし作ることができますので、原則としてという文言ですね、しっかりと意識をして今後もね、学習をしていくようにしてください。はい、以上で第4節ですね、不動産鑑定士の責務終了ということになってきます。で、責務の問題というのは、効果を超えた行為は責務に反するか、そんなような問題が担当で下されたりします。で、判断に立っては今見てきたこの14、15ページの、まあね、キーワード等々をしっかりね、押さえた上でこう判断していくというのが重要なんですけど、さらには責務についてはもうズバリ道徳論です。効果を超えた行為は責務に反するか、そういった問題が出た場合にはズバリ皆さんの道徳論でちょっと判断するようにしてください。それで十分に正解を導き出すことができます。例えばこんな問題が出ています。不動産鑑定士に課せられる責務というのは所属する事務所の大小によって異なってくる。どうでしょうか。不動産鑑定士に課せられる責務というのは所属する事務所の大小によって異なってくる。これ正しい誤りどちらでしょうかね。道徳論で、これ誤り判断できますよね。課せられる責務というのは属する事務所の大きさによってこれ変わってこないです。なのでこういった問題が出ますので、もうズバリそういった問題はもう道徳論で判断されるのが責務の問題ではポイントになってくるということになってきます。はい、では1回目は1章ですね、全て終わらすことができましたのでここまでということにしていきましょう。で、復習にあたっては何をするかというと、大丈夫ですよね、足別鑑定理論を解くということです。で、1回目のこれ復習なので、初めは星3つだけで構いません。で、解いていただきたい足別なんですけど、先ほどこのパワーポイント画面集お見せしました。で、このページめくって表紙めくっていただきますと、裏側に、これ講義の進度表が表の形で示されています。
で、今回第1回目ですね、該当する章と、あと今学んだ合格基礎テキストの該当ページが示されてるんですけど、それとともに一番右端、学んだ事柄に対応する解くべき足別鑑定理論の足が示されています。今回です と、これ上巻という意味ですね、上巻下巻の上巻の P4 ページの足の位置から P38 ページの足の109番までが今回1回目で学んだ学習内容に対応する足ということになります。この中で星3つだけで構いません。ここで示されている範囲のうち星3つだけで構いませんので、まずはしっかりと足別を解いて、で必ず解説にテキスト該当ページがありますので、テキストの該当ページも合わせて確認する、足別問題を解きながらテキストを潰していく、そういったスタンスで復習をしていくというのが鑑定理論の復習方法ということになってきます。はい、じゃあ今日はここまでにしておきましょう。はい、以上をもちまして第1回目の講義を終了いたします。お疲れ様でした。